ウィース。愛。そうきましたか。どうも、いらっしゃいませ。どうも。俺以外に客いるんすか、ここ。今回のアンケートはと言いますと、マジか。本当に、まあ。とりあえずお願いします。はい。本当に毎回だな。最近。お風呂で体のどこを最初に洗うか教えてもらえますか。ベタなセクハラみたいなのやめろ。原始的なセクハラみたいなのやめろや。お風呂で体のどこを最初に洗ってっかな、俺。ここ。絵本にいい感じに絡みそうだな。急にこことか抽象的な表現出てくる。そうなんですか。どこだよって突っ込んでくださいよ。ちょい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 、ちょっと待ってって突っ込んでくださいよ、ちゃんと。それじゃあ、お客さんに喜んでもらえそうな絵本探しておきますね。はい。あ、奥にいるので、よかったら読んでください。なるほどね。って、おい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 って、そこは突っ込んでくださいよ、藤村さん。さて、絵本に出てくるのかな、ここという急な曖昧な表現は。じゃあ絵本作りましょう。ちょ、大丈夫ですか。ちょっと待っててください。何、立て付け悪いの、そのドア。急にガコンっていくドアあるもんね。硬いなって思ったら。古そうな建物だからね。聞いてください。何ですか。今回はものすごく特別な絵本が手に入って出ましたか。プレゼントします。はい。ものすごく楽しんでください。いやいや、特別なやつの方が大体内容薄いんですよ。いつもいつも大体分かってきましたけど、ロックの日、6月9日だからか。ダジャレじゃないですか。おー、なんだこのドームは。おーい、キュイーン。ロックスターかなんか来日してんのかな。お前かよ。無機物が無機物かき鳴らしてんよ。鈴木はロックコンサートに出演しました。はい、大人気じゃねえか。うわー、鈴木無機物1000円ありがとうロバ、かっこいい。うわー、湧きすぎだろ、ドーム。何？鈴木ソロなの？バンドなの？お、バンドなんだ。鈴木のバンドメンバーを紹介するロボ！出た！ギター&リードボーカルは、お前、ボーカルも兼ねてんのかい。嘘だろ。鈴木なのだ、ギュイーン。うわぁ！一人じゃねえか。ダンサーいるだけじゃん。なんでバンドメンバーだよ。バックダンサーは集合住宅ダンシングチームなのか、ママさんチームじゃねえか。ダンチズマじゃねえか。そして最高のメンバー、最高のドラムス。オンドラムス、無機物じゃねえか。鈴木の発明品なのだ。生身の部分がダンサーしかない。自分の発明でロックスターになった想像をしている鈴木でした。やべ、このまま終わりそう。このまま終わりそう。鈴木の科学力に不可能はないロボ。終わったよ。やっぱり。いや、でもちょっと面白かったわ。特別系のやつにしては、かなり面白かった気がするわ。もう一本。いや、はいはい、ちょっとお待っててくださいね、はい、特別じゃないのでいいですよ。いやー、面白いな。はい、いいな。最近小脇とかなんかそんなんばっかだったから。今回はと、はい、こんなお話はどうでしょうか。さて、何のお話かな。
ダイエット牛座。俺も最近ちょっと糖質を抑えるようにしてんのよ。米食う量を減らしてんの。どうでもいいけど、朝ごはんにはピエールの大好きな、うん、むちゃくちゃなのばっかな。白米と一緒に食うんでしょ。果実はないでしょ。まずこれとか別に割とそれっぽいんじゃないの。ピエール犬だし肉食でしょ。骨付き肉の天ぷらあげる必要あったかな。朝ごはんにはピエールの大好きな骨付き肉の天ぷらを乗せて骨付き肉天丼。骨あんだからご飯と一緒にかっこめないでしょ。丼にすんのにこんなに向いてないのある。そしてお昼ご飯には同じリストじゃねえか。でもスイカを卵で閉じてなんだその調理技術、丸ごとじゃねえか。スイカ玉丼、うわ本気でまずそう。全部丼じゃんよ。また乗っけんでしょどうせ。さらに夕ご飯には、うわなんかどうせまた変な調理の仕方するんだろうな。生肉を、牛肉をカラッと揚げて牛肉カツ丼。あ、普通じゃん。え、牛肉カラッと揚げたらとんかつになるんじゃなかったっけ。前の以前のお話だと。そんなご馳走が続いた後は体重計のメモリが気になります。うんうん、原始的なアナログな体重計使ってんな。だいぶ太ったわね。最近気になるん、余分な脂肪がつきそうな場所じゃないんだよな全部。まあ、肝臓はあるか、内臓脂肪として。最近気になる目玉のあたりのお肉をつまむとプニプニします顔むくんでるだけじゃないのかな。目玉のあたりのお肉、まぶたってこと。ピエールはダイエットに挑戦することにしました。うん、ピエールは痩せるまで何にも口にしないと決めました。いやー極端すぎでしょう。大好物の、おー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 、じゃあこれ味噌汁。あーそっかそっか、名前つけたないこと、つけたことのない料理にはつけなきゃいけないんだな。最近適当になってきたな。大好物のあれだって食べてはいけないのですどれだよいや出てるからわかるけど、あれも食べちゃいけないんですよ。うん、うーお腹が空いてぐれそうだわ。なんでテーブルに置いたんだよ、食べちゃいけないのに。骨付き肉天丼とスイカ玉丼と牛肉カツ丼、すっごくお腹いっぱい食べたい。まずそう。食べ物のことを考えると辛いので気を紛らわすことにしました。じゃあそれ片付けろよ、テーブルの上のあれ片付けろ。ピエールは、気分転換だったらお風呂かな。半身浴しよう、痩せたいんでしょ。ピエールはお風呂に入ることにしました。あーお風呂は気持ちよくて、あ全部ちゃんとしたやつだ。リラックスするわね。お風呂上がりにはやっぱり冷たい醤油じゃんあーこれでしょう。本来はね、お風呂上がりにはやっぱり冷たい醤油とお皿いっぱいのどうしようかな。お皿いっぱいのナスが一番。頭おかしいでしょ。もう寝るわん。お腹空いたまま寝ちゃったね。大丈夫かな。あんま良くないよ。極端すぎるのも。ちょっとずつ減らさないと。夢の中ピエールはお腹いっぱい食べていました。骨付き肉天丼とスイカ玉丼、牛肉カツ丼が部屋にいっぱい並んで、食べて食べてとピエールにおねだりするのです。もう食べられないわ。
ピエールはとてもまあじゃあ幸せと幸せ気分でした。ほんでふと気がつくと、はっ、いつの間に。ダイエットって厳しいわね。次の朝ピエールはダイエットに詳しい。こいつとかダイエットに詳しそうだけどね。新しいの出そうかな。これとか使ってないんじゃない？いやでもなんかよく考えたらこういう見た目の方が面白いかもしんないな。ダイエットに詳しいのにお前知識生かしてねえじゃねえかっていう。こいつ名前つけたんだっけ？とんかつだ。絶対ダイエット詳しくないよ。名前もそれだし、名は体を表すから。相談の電話をかけました。ダメだよピエール、そんなダイエット法はもう古いよ。あ、怒られた。説得力に欠けんだよな。とんかつはいろいろなダイエット法を試しては失敗してるでしょ。リバウンドかな。試してはリバウンドしているという。いやいや、どんな二つ名つけても、かっこ悪いからね。活かせてないもの。専門家です。専門的知識もっと活かして、自分自身に。我慢なんて体に悪いだけ。我慢しないでどんどん食べた方がいいの。またまた。え、そうなの？私が今挑戦しているダイエットはね。うっさんくせえ。うはうは？うわうわうわ、俺もうダメでしょ全部。じゃあ俺パフェ的なやつ。うはうはチョコパフェダイエット法。歌舞伎町王室。歌舞伎町って国なの？歌舞伎町王室御用達のチョコパフェを毎日思いっきり食べるの。ずーっと食べ続ければそのうち見るのも嫌になるでしょ。いやいやいや、被害がでかいな。そこまで、そこに至るまでの。そうしたらあとは自然に痩せられるよ。説得力ねえんだよ。それはウハウハなんだわん。でもお金がかかりそうなダイエットだわん。そう思ったピエールはアルバイトを始めました。普段何で賃金得てんのじゃあ。ウハワチョカパフェダイエット早くやってみたいわん。朝は、まあ何でもいい。じゃあ牛乳配達。朝は牛乳配達。昼は、うわー、そんなにいっぱいバイトしちゃうの？バイトをする忙しさで痩せそうだな。じゃあビラ配り。昼はビラ配り。捨てられまくってんじゃねえか。捨てられすぎでしょ。周辺に。せめてもうちょっと離れたところで捨てろよ。夜は、借金の取り立て。バイトかこれ。夜は借金の取り立て、差し押さえ、差し押さえ、差し押さえ。窓にまで貼んの。ひど。悪いやつだな。あら、体重が戻ってるわ。やっぱり。何日か経ってピエールはとんかつがウハワチョコパフェダイエット法をやめたという話を殺し屋から聞きました。殺し屋は情報通ですからね。あんなにすごいダイエット法なのになぜかしら。え、終わり？終わった。オチ弱くないっすか。まあそんなのより一生懸命働いて体を動かしてっていう方が大事だったんだねみたいなことですかね。らしいですよ。あー、これ今までで一番長いんじゃないですか、一本の動画としては。このシリーズの中ではね。2本目の話が結構ボリュームあったな。というわけでまた次回もよろしくお願いします。